カーエアコンとは自動車に装備されているエアコンディショナーである。自動車用コンプレッサーの一例初期の車載エアコン装置はカーヒーターやカークーラーといった形で独立して制御されており温度調節の機能はほとんど存在しないことが一般的であった。冷媒に不可欠なコンプレッサーの駆動は基本的にエンジンにより行われる。 一部のハイブリッドカーなどではエンジンが稼働している時間を短くするためにコンプレッサーの駆動をモーターで行っていたりコンプレッサーのプーリーにモーターを内蔵したものもある暖房はエンジンを冷却した冷却液を室内のヒーターに導き熱交換している一部の電池式電気自動車では原動機の排熱を利用できないために電熱線で ヒーターコア内の水を温めて発熱する暖房を用いている。カーエアコンの冷温風、とりわけ冷房サイクルを通して供給される乾燥した送風により、フロントガラスやサイドガラスの霜取りや曇り取りを行う機能も持たせられている。冷房の場合は、エンジンの回転でコンプレッサーを稼働させるため、エンジンの負荷が増え、加速が鈍り、結果燃費も悪化する。 バリ換算では、数馬力から十数馬力のロスとなる。コンプレッサーを作動させる際には、アイドリング回転数を何割か上昇させる、アイドルアップが行われるため、AT 車の場合には、クリープ減少も、より強力に働く。普通車の場合、1kW、3kW 程度の負荷がかかり、冷暖房能力としては 3kW 程度である。暖房の場合は、 ガソリンやディーゼル車では捨てているエンジンの排熱を利用するので、冷房に比べて消費電力はわずかであり、燃費が目立って悪化することはないが、自動車によっては暖房時に車内の曇りを防ぐために除湿運転を同時に行うものもある。この場合、コンプレッサーを作動させるので、燃費は冷房の時のように悪化する。この除湿運転を解除できるかどうかは、車次第である。 一部の電気自動車では、暖房に電熱を用いるため、電費は冷房以上に著しく悪化する。画像は、マニュアル式、カーエアコン操作部の一例である。下に3つ並んだ、ダイヤルスイッチのうち、左から、吹き出し口切り替え、ダイヤル、ファンスピード切り替えダイヤル、温度調節ダイヤル、上の中央が、内外機切り替えレバー、その右が、エアコンスイッチである。 なお上の左のスイッチは、エアコンとは、無関係なリアウィンドウの熱線でフォッガースイッチである。カーエアコンの歴史は、アメリカ社やドイツ社において、第二次世界大戦以前から始まった。アメリカにおける初期のミスト式、カークーラー。水を蒸発させ、気化熱を奪うことで冷気を得る簡略な装置で、コンプレッサー式、カークーラーの発達以前には、 比較的実用性の高いものであったアメリカ社においては早くは1930年代にはミストサンプの原理を用いたカークーラーの導入が始まり1939年にはパッカード製自動車においてコンプレッサーを用いた冷房装置が採用されたが冷却機能の調整面において課題を残していたこの時代のコンプレッサー式 カークーラーはトランクをほぼ丸ごと占有するほど巨大なものであったため、戦前はあまり普及しなかった。同時期の1937年、中級車メーカーのナッシュモーターズは、家電メーカーのケルビネーターと合併、ナッシュケルビネーターとなったが、1938年には、早速ケルビネーターの熱交換技術を応用し、エンジン冷却水を室内の ごく小さなラジエーターに導入することで音符オーム、本格的カーヒーターを世界で初めて自社の自動車に搭載する。この温水式ヒーターシステムは翌年にはサーモスタットを利用した自動式の暖房温度調節機能を備えるようになりウェザーアイの商標を与えられた。ウェザーアイのシステムは実用性の高いカーエアコンに発展する基礎となった。 第二次大戦後の1954年、ナッシュ社が、ナッシュアンバサダーのオプションとして設定した、オールウェザー・アイ・オールウェザー・アイは、温水式ヒーターとトランク内蔵型コンプレッサー式、カークーラーを一つにした、世界初の統合カーエアコンシステムとなった。このオールウェザー・アイは、ナッシュ・ケルビネーターの、公営アメリカンモーターズの正規オプション品となったが、 システムとしての完成度が高かった上、当時としては比較的低価格でオプション提供されたこともあって、競合するビッグ三メーカーが急遽対抗製品の開発を強いられる結果となり、以後のアメリカ社におけるカーエーコンシステムの代名詞的存在となった。その後、アメリカ社は1950年代から1960年代にかけてかなりの割合で、 クーラーヒーターを含むカーエアコンの導入が行われた。ヨーロッパ諸国や日本の自動車メーカーも基本システムではアメリカ車を追随ダッシュボードにコントロールシステムを組み込んだエアコンディショニングシステム搭載が世界的に標準化した。ドイツ車においては冷明機のポルシェやフォルクスワーゲンビートルなどの空冷式エンジンの車種において マフラーの熱を室内に導入するヒートエクスチェンジャーの導入が始まり、自動車におけるヒーター装備の講師となった。特に、自動車用空冷エンジンの主流となった、ブロワーファンにより、エンジンブロック内部に大量の冷却風を取り込む強制空冷式エンジンにおいては、冷却風の一部を車内に導入するベンチレーターを装備してヒーターの代用とする例もあった。 このような空冷式エンジン車のヒーターは、エンジンの排熱を効率よく利用できる反面、エンジンの回転数や外気温によっては十分な暖房効果が得られにくく、シリンダーやキャブレターなどの接合状態があまり良くない場合には、温風に燃料やエンジンオイル、あるいは排気ガスの匂いが混ざる場合があることが欠点であった。ドイツの空冷車には地域によっては、 初期のアメリカ車と同様にミスト散布式カークーラーが装備される場合もあり、その後1960年代から1970年代にかけてカーエアコンが装備されるようになっていった。量産型の日本車で外国車並みの温水式ヒーターを初搭載したのは1955年の初代トヨタクラウンであった。 1958年に登場したスバル360にはヒートエクスチェンジャー形式のヒーターが装備された。この時代までは冷房は走行風による単純な外気導入や三角窓の利用、暖房は水冷車では後付け式のモーター付き温水ヒーター、空冷車ではヒートエクスチェンジャーまたは単純なエンジン冷却熱風取り込みという構成が主体であった。 この時代のヒーターは足元のみから温風が出るセミエアミックスタイプのヒーターが主流で実用上の必要からデフロスター配管がなされる事例もあった。同時期柳瀬は日本製では初となるカークーラーを開発した。携帯は吊り下げ式でゼネコンの商標で1955年より販売を開始した。三電製ロータリーカークーラー。 室内側ダッシュボード吊り下げ式ユニット。1970年代に普及した後付けカークーラーの代表的な形態である。1970年代に入ると簡易設計が多かった軽自動車でも排ガス規制への対策から2ストローク期間から4ストローク期間への転換が進んでいき、同時に冷却方式も空冷から水冷へと移り変わっていった。このため、 軽自動車でも技術的には普通車同様な暖房システムに移行していった。この時期と同時にメーカーオプションとしてカークーラーの導入が進められた。このカークーラーは構造そのものは現在のカーエアコンの冷房装置とほぼ変わらぬものであるが現在の車ではダッシュボードの内部に配置されているエバポレーターやブロアーモーターといったクーラーの構成部品が一体化されており これをグローブボックスの位置にはめ込むか別の筐体としてダッシュボード下に吊り下げるというものであった。こうしたタイプの吊り下げ式カークーラーは必ずしも自動車部品メーカーの手により生産されるものばかりではなく一般の家電メーカーが主体となって開発された後付け品も多数存在した。今日のようなヒータークーラー双方からの風を混合する温度調節機能を備えた。 カーエアコンは1970年代後半から1980年代に一般化した。しかし1980年代の大衆車はカーエアコンは販売店オプション扱いのものがほとんどで、この時代のカーエアコンは送風温度を手動で微調整するマニュアルエアコンであり、この時代の一部車種には室内温度センサーや日射センサーによって 室内の温度を自動調整するオートエアコンは一部のスポーツカーや高級車に装備されるに止まっていた。当初はエアコン装備による重量増やエアコンをかけることによるパワーロス、燃費の悪化が発生するため搭載しないのが当たり前だった。現在でもエアコンを搭載しない車両は少なくなくクールスーツと呼ばれる特殊な装備で 空調はしないもののドライバー周辺を冷やすもので代用することも多い。しかし、それでも徐々にではあるがレースが長丁場になる耐久レースあるいはそれに近い性質のレースでは搭載する例が増えている。特に屋根のある車両では走った時に車内へ新鮮な空気を外から取り込むようにしていても車内に熱がこもりやすい。しかも、 ドライバーの装備は安全対策として真夏であっても、首から下はレーシングスーツなどで全身を覆い、さらに頭部はヘルメットを着用しているためおのずと熱がこもりやすい。そのため暑さによるドライバーの集中力低下や脱水症状の可能性が高まり、そのままリタイヤや自分自身や他者を巻き込んだクラッシュのリスクが高まる。エアコンを搭載することで重量が増えたり、 パワーロスは避けられないものの、それでもドライバーが長時間運転に集中しやすくするために搭載される。また WEC のように、車内室温を常に一定以下にすることをルールで定めている場合もあり、その場合は事実上エアコン、あるいはそれに準じた仕組みを搭載しなければならない。かつて性能を重視したスーパーカーではエアコンレスが多かったが、 近年では快適性を重視して、ごく一部のモデルを除き標準装備となっている。ランボルギーにはもともとエアコンを製造していたことから、当初から自社製のカーエアコンを標準装備していることが、セールスポイントの一つであった。カーエアコンは、フロン12が、霊媒として用いられてきたが、1990年代に入ると、フロンによる、オゾン層破壊が、 環境問題として取り上げられた影響で R12 から R134A への切り替えが行われた。先進国での製造禁止が法制化された影響で R12 ガスの入手が困難となったことからパッキン類やレシーバータンクの交換を行った上で R134A への転換を行うレトロフィットや従来の R12 エアコンにそのまま投入可能な 大体 R12 ガスといった製品が広く普及していくことになった。2013年1月からは GWP-150 以下の冷媒の使用を義務づける欧州連合の法律を遵守するために、ハフォ -1234 イフへの切り替えが始まったが、ダイムラーなど一部のメーカーは、ハフォ -1234 イフが可燃性ガスで、 衝突時などに引火しやすい点を問題視し、R134A の使用を続けている。インパクトオブビヒクルエアコンディショニング、オンフューエルエコノミーテールパイプ、エミッションズアンドエレクトリックビヒクルレンジ、電気自動車用、エアコンシステム伝送、フィット取扱説,説明書、ホンダ技研工業、2002年、166から171ページ。 柳瀬とカークーラーの製造1955柳瀬鈴木製軽自動車では 360cc 級の2ストロークエンジンへのカークーラーシステムの導入も行われた古くは1971年の三大メール C、点通型フロンテ及びフロンテクーペからオプション搭載が始まり用途上の問題から2ストローク期間を最後まで採用し続けたジムニーにも 初代第3期 SJ10 から吊り下げ式カークーラーがオプションとして登場した。最終的にジムニーは2代目第1期 SJ30 の途中からフルエアミックスのカーエアコンに切り替えられた。日本電装、三電、ジーゼル機器、日本ラジエーターなど日立製作所、ナショナル、三菱重工業など。ありがとうございます。